ま,まずは内見から行きましょうか。あ、風呂場が直のタイプ。浅くない湯船浅くないこれ半身浴専用湯船じゃん。こんな。でも、でも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 、この湯船、追い焚き機能ついてます。拍手。いや、なかなかないですよ。この感じの、この感じのお風呂のつき方で追い焚き機能がついてんのは。シャワーヘッドは変えられるんで好きにしてください。 でも意外と、この洗い場が広い。洗い場っていうのか、これは。ので、壁に手が当たったりして煩わしい思いをするということはなさそうですね。広いお風呂、最高です。さて、まあ、キッチンも二口ありまして、ね、このまな板スペースがでかいというのがいいですね。なんと、シンクも広めとなっております。やっぱね、まな板とかがね、あの、平で置けないシンクっていうのはね、普通によくありますからね、東京で一人暮らしをしようとなると。 この大きさのシンクがあるというのはね、かなりでかいです。さあ、そしてこの部屋は何だこのトイレですね。トイレも広いですが、これ座ったときは頭ちょっと当たらないか。まあまあまあ、背もたれだと思えば背もたれはこっちにあるんだわ。全然。じゃあ、全然普通のトイレですね。はい。さあ、部屋、明るい。はい、どうも、実質です。ということで、このおうちは 1K かな 施設広めですね。まあ8畳といったところでしょうか8畳から9畳くらいじゃないですか6畳よりは広そうな感じはしますがおクローゼットも思いのほか奥行きがありますねまあ一人暮らしをするには十分でしょういいねでもねこれ意外とこの窓がさ隣り合わせになってるっていうのと隣がすぐに家っていうので日当たりがあんまり良くないかもっていうねちょっとカーテン開けてみましょうちょっと見晴れ怖いんですけどね あ、でもこっち側開けているから、まあ、いいと思います。非常の際にはここを破って、あ、くらいの林道かな。え避難できます。はい。らしいです。これがあれですね。鳥かと思ったら鳥じゃなかった。なんだこれ。くちばしがついて、耳もついてる謎の生物です。はい。鳥です。なんで積み木持ってんのこの人。積み木とバレーボールと、 すごいバランスで建てられた本さあじゃああらすじっぽいのんでいきますかこの度は、えー、民泊民泊会住むのかと思ったよだとしたらなおさらその積み木とバレーボールよく分からねえなまあまあまあ隣のいいマンションともちょっと離れてるからまあ日当たりはそんなにあでもちょっと悪そうだけどねまあまあまあ仕方ないでしょう民泊だし俺住むわけじゃねえしじゃあ今日は寝るか よし寝ようはい